クリさせてしまったわ。アリさん、キンダラありがとう。トモさん、ハートありがとう。なんかよく寝た。地味にノンアラしてた。ブンちゃん、ハートありがとう。地味にノンアラで。目覚めた。フォーユーさん、キンダルありがとう。サイバーボブさん、ハート。フォーユーさん、ハート。ボヤッキーさん、キンダル。レオネさん、キンダル。ありがとう。タイムファイヤーさん、カワちゃん、リョウダイさん、ピースさん、キンダルありがとう。カイミ、カイミ、もうなんか昨日の夜はもう限界ってなだれ込むように寝たんよね。え、別になんか配信予約はもう配信ちょっともうなだれ込むように寝たからできなかった。いつも寝る前にするんだけど。高尾さん、キンダル。 DJ さん、ジャックさん。村上さん、パタパタ。マスコルさん、パタパタ。 DJ さん、ハートありがとう。水飲んでるけど、なんか昨日カモミールティー飲んでさ、その茶葉をそのままにしてたから、水出しカモミール水、水出しカモミールティー、しかもなんか残りみたいな、カモミールティーの残り。 DJ さん、ハートありがとう。ケンキザキさん、キンダル。ノギンさん、ハート。台湾の井上なぎよしさん、パタパタ。ノギンさん、ハート。ナベナベ所長、キンダル。リョウダイさん、パタパタありがとう。顔ビルビルします。え、なんかさ、ちょっと今日はやめとく。なんか毎日したらさ、体勢がさ、ついてしまいそうじゃない？毎日した方がいいのかな。今日もむくんでるんですよね。なんでだろう。枕が、寝具が合わないかな。うん、カモミールティー飲むと落ち着く。マシャさん、キンダルありがとう。タイムファイヤーさん、キンダルありがとう。和彦さん、キンダルありがとう。リョウダイさん、キンダルありがとう。サンソンさん、ハートありがとう。かわいいって言ってくれてありがとうございます。うわあ、筋肉への、そうそう、刺激だよ。気が向いた時だけでか。そうなの、嬉しい。筋トレになる。え、でもなんか表情筋の動きが本当になんか良くなるかな。えーってなる。でもなんか今日なんかよく寝たからいい感じ。腹ペコ。腹ペコちゃんです。おはよう。すごいいいね。いいじゃん、誕生日って楽しいじゃん。朝マックも終わる時間です。トシさん、キンダラありがとう。ヨーグルト食べようかな。睡眠よき。おやすみちゅーちゃん、ありがとう。キンダラ、そう、カモミール。
チンさんハートありがとう。ソフさんバタバタと筋トレありがとうね。マッサージえ、授業中に見てるの？やばいじゃん。祖父さん、天千万両ありがとうございます。うん、眠いなって。佐野丸ママハートありがとう。体が重い。そうだ、これブルブルしよう。よいしょ。プラズマさん123さんありがとうございます。ゴミゴミさん結婚してありがとう。これがって結婚は拒否中です。ゴミゴミさんハートありがとうね。でもなんかすっごいスッキリしてる。なんか嬉しい。こんななんかスッキリした目覚め久々だな。やばー、気持ちいい。自由。丁寧な拒否を心がけて頑張るね。佐藤くん気になる。ありがとう。すごい凝ってる。ケビン・アルファンドリさんありがとう。花束。ノブローさんハートありがとう。眠れないの大変。深刻ですな。そう、筋肉痛もある。腕筋肉痛。キャリーケースが重いから。ワードさんバラ。マッシーさんハートありがとう。キャリーケースが重たいからさ。もうなんか寝具が合ってないかな、わかんない。いや、合ってればいいんだけど、合っててほしいんだが。ヨピさんブラウン、ありがとう。いいスーパーさあったけどどっか行った、わかんない。なんかね、出会ったけどなんかどっか行った。日向坂46ホットチョコありがとう。水色魂さんハートありがとうね。環境音が賑やかだよ。ウケる。いびきも入ってて、うん、ぐらい。ヤギシャンレインボースターありがとう。鈴木一郎さん金だるありがとう。うわー、凝ってる凝ってる。鈴木一郎さん、K
ケンメイさんはそうどっか行ったの。またこまた行きたいのにさ行けない。成城石井とか行きたいんだけど。この前初めて成城石井行ったけどね、焼き芋がめっちゃ美味しかった。トモさんハートありがとう。そう、ソニーチキンドラありがとう。 Google マップめっちゃ使ってる。ソフさんパタパタありがとうね。勇者さんバラありがとう。ねえ姫さんかわいい、ありがとうございます。いい焼き芋か。いやそうだよな。あとなんで私がこんな健やかってさ、加湿器ついてるからだ。加湿器ありがたい。の注意書きメールにも書いといた方がいい。あー確かにね、確かにメールのことだもんね。言ってみようか。猫は猫で猫さんバラありがとう。もこりこだよ、ココリコみたい。あーそっか、瀬戸チャレ放送されてるんか。何にも告知できなかった、ちょっと不甲斐ない。でももう終わったことだからもう何にもできないからいいや。足つき渡辺さんハートありがとう。ここやばい、痛い。うわ渡辺さんハートありがとう。しかも痒くなるな。マジで体が軽い、どうしよう。すごいけど渡辺さんありがとね。山口もそっか、いいね。せつちゃれめっちゃいろんなところで見てもらえて嬉しい。恥ずかしい、なんかフードかぶって。充電式でも充電1回しただけでいっぱいできる。背中がかゆいからちょうどいいかも。おっととさんかわいい、ありがとう。シルバーストゥトビさんお手紙とハートありがとう。マイケン体操確かに絶対スッキリする。
399日ありがとうございます。うん、孫の手にもなるね。美味しそう、絶対充実した。よかったじゃん。ごめんごめんさん、じいじありがとう。食事が充実した。トモさんハートありがとう。よかった。ゴーさんキンデルありがとう。止まった。10分経ったよって。後ろにいろいろありますね。メイク道具とかヘアアイロンとかかな。こっちは台本ですね。私もなんか分経ったらさ自動で切れるよね。なんかこれ以上しちゃダメよみたいな。台本昨日も読んで寝た。でもさ昨日はなんかもうなんか分からん、なんか体はやっぱ疲れてたのかな。体っていうか頭もうさ なんか読んでも頭に入ってこないし、もう、うん、なだれ込むように寝てしまった。渡辺さんありがとう。このシーンではあそこに行きます、あそこに行って場所とかもあってさ、もう早寝坊するのがいいよね。なんか頭の中がさまだなんか寝てる。じゃあ音読はしないように気をつけるね。喋りたくなるけど。
高幸さん、かわいい、ありがとう。めちゃめちゃなんか賑やか、面白い、コメディ。みゃんこ先生ハートありがとう。サンソンさんハートありがとう。本当に面白いの。私も台本読んでめっちゃ笑っちゃうぐらい。ヨシさんハートありがとう。昨日はね、もう閉店ガラガラしてた。ぬらさんハートありがとう。そう、嬉しい。でもなんか私の役もなんか私みたいな子。兄さんさんなんですけど、もうめちゃめちゃ面白い。令和落語の頃からもう兄さんさんのその脚本と演出でやってるんですけど、本当にお話も面白いし演出も超面白い。ファイヤーさん、ノーネームさん、キンドルありがとう。マジ可愛い。私の役めっちゃなんか可愛いんよ。けだっけ、なんか本当に頭の中が絶対ぐちゃぐちゃな子。可愛い、なんか可愛いんだよね。すごい可愛い、なんかちっちゃいハムスターみたいな気持ちになってきた。面白い。しかもなんか何度もそのお稽古をしてる時になんかちゃんと分かるようになってくる。
ね。わあ。話し合いそうだよ。今お腹鳴った。マサヤさんハートありがとう。え、今またお腹鳴った。やばい。ハッシーさんタコありがとう。ミキちゃんハートありがとう。目ん玉が痒くなった。トッシーさんハートありがとう。佐藤なんすけさん可愛い、ありがとう。お腹が。わらびもちさん金だるありがとう。食べ物あるよ。大事なシーン、やば、落としすぎ。大事なシーンをちょっと読んでみた。ちょっと復習。昨日よりめっちゃ頭に入る。昨日の寝る前もめちゃめちゃ読んでたんだけどさ、全然頭に入ってこないの。もうなんか頭がこれ以上なんか情報をシャットアウト、シャットダウンしてますみたいな感じだったの。そう、昨日はね。アイルトン佐藤さん可愛いありがとう。タガケイさん気になる。ピーズさんハート。カラスさんハートありがとう。じゃあなんか食べようかな。食べたらメイクする。なんか食べよう。今日あったかい。だと嬉しいの。朝飯前。え、ほんとだ、リアル朝飯前だ。頭の中で整理整頓するの。ピーポーしてるよ。食べる。まずはうん、舞台の配信多分ないね。でもアーカイブとかならあると、あのめちゃ時差でね。頭入らん時すごいな。勉強の朝やるとはかどるの。それ確かに私朝やってたわ。トモさんバラ、パンダマルさんハート、アンカキヨさんハート、おゆうさんハート、コバさんもハートありがとう。じゃじゃん、欲張り果実とヨーグルト、パイン&オートナタデココ入り、美味しそうじゃない。一番あのもうヨーグルト界で一番なんか高級なやつを選んできました。そう、おゆうさん、コバさん、てっちょん、
ありがとうハートパンダ丸さんファイトありがとうカバさんパムさん服ありがとうカバさんサトシさんキンダルありがとうと昨日見せたこのコンビ写真撮りたいスマホどこ置いたっけあここじゃん目の前すごいもうさ机の上がさごちゃごちゃだよごちゃごちゃだ、うん、現実とヨーグルトやばいコバさんレインモンスターハートありがとうコバさんあれだるまありがとうそんな高くないよそんなちゃんと良心的ななんですではいただきますうわっ本当に欲張り果実だ見てめっちゃ果実ゴロゴロしかもたっぷり入ってるいただきますうわ美味しそう、うんうまっ、うん、うん、今まで食べたヨーグルトの中で一番おいしいドジさんうまありがとううんうんそうなんかこういう果実が入ってる系のさヨーグルトってさサラサラしたのが多いんですけどなんかこのヨーグルトはしっかり固めで美味しいともさんありがとううまーこばさんハートありがとうのろすけさんいいねありがとうりかこさん音符ありがとう一口食べたいですかえなんかさこってりなのさスープドロドロ系のラーメンに太麺入れてる感じ太麺入れたらすっごいスープ絡むじゃんあんな感じですりかこさん音符ありがとうこばさんハートありがとうヨーグルトがそのこってりスープみたいな感じの重めのヨーグルトプラス具沢山な欲張り果実たち。いいね。うん。うんふん。うん。うまうま。それ具沢山って本当素敵な言葉。とても素敵よ。ごちそうさまでした。まだ食べてないです。まだ食べ終えてないです。まだ全然たくさんある。
ゃあこっちも食べてみる。冷やして美味しい半生ドライフルーツ、やばくない？冷やして美味しいだから本当冷やしてた。わあ、こんな感じの見た目です。いただきます。すごい。香りはね、無臭です。うん。うん、これは半生だわ。なんか消毒の匂いかな。アイルトン佐藤さん、尊いありがとう。半生柿だ。うわー、どっちも美味しいからさ、うまでしょ？ね、アイスぐらいしっかりしてる。
ちそうさまでした。アリさんハートありがとう。てっちゃんだるまありがとう。うん、ごちそうさまでした。ちょっとゴミ箱の音ね。わー美味しかった。すごい、もうねめちゃめちゃ美味しい。パンダマルさんファイトありがとう。めっちゃ幸せな気持ち。ひまわり29さんハートありがとう。頭配信じゃない、何食べてるんって聞いて驚くよ。冷やして美味しい半生ドライフルーツ、柿の半生。うん、さん金だらありがとう。焼き芋あるけど柿が美味しすぎてさ、もう必要ないかも。どうしよう、全部食べようかな。もう開封後はお早めにって言われてるけど、そんな これってさ、そんな1回でさいっぱいさ食べるもんなのかな。なんか柿ってさ、いっぱい食べると良くないって言われるじゃん。だから柿って食べ過ぎるとな、石ができるみたいな言わない？です。そう、柿って確かそんな感じに言われた。一袋一個分とかなのかな。干し柿なんかね。
石垣でさ、その営業そのさアプリにさ登録してみたらさ、干し柿でなんか食物繊維が取れたのが良かったですよみたいな感じに言われた。そういうことか。あ、渋みが良くないの？ね。ケビン・アルファンドリさん、ハート、コンコン、ハート、ありがとう。え、じゃあ大丈夫か。渋みっていうのがダメなんだ。タンニンみたいな。製法が違うか。乾燥させたか干したか。まあでも柿は柿やん。トモさん、バラ、スさん、キンダル、ありがとう。だって柿ドライフルーツで出てこなかったの。食べ過ぎるとお腹にくるのか。うん、カーツ大佐、ハートありがとう。最後のが一番美味しかった。ジャリって言った。何ですか？カンピオさん、ホットチョコありがとう。びっくりした。とて吹きあった。コーンポタージュも飲みたくなってきた。あんかきおさん、はやすさん、キンドルありがとう。ね、何事すぎるよね、今の。ドゥルルン、ドゥルルルン、なんすか。ごちそうさまでした。わかる。柿はるかさん、かわいい。足伸ばそう。なんで温まりこちしようかな。そう、お話し会でコンポタージュの元を盗んできたので、まさのりさん、ハートありがとう。盗んできたって、まあもらってきた。そうので、コンポタージュが2個あるんです。コーンクリームだから、これを飲みながら準備していこうかな。あ、お味噌汁もある。よかったじゃん、リコちゃん。トゥーなななーん、盗んできた。待って、パンダ丸さん、かわいい、ありがとう。プリマルおバカさん、ハートありがとう。
おゆうさん、ハートありがとう。え、寒い。おゆうさん、ハートありがとう。かやすさん、ハートありがとう。なんか、その顔のむくみが取れてきたような、カラさん、ありがとう。とちょ、はやすさん、ハートありがとう。ヨッシーさん、かわいい、ありがとう。メールも送んないと。してるよね。分けたでしょ。パンダ丸さん、かわいい、ありがとう。コバさん、ハートありがとう。足が寒い。パンダ丸さん、花束もありがとう。さん、ハート、ケンちゃん、テン、ガモーさん、ハート、ケンちゃん、キンダル、ゴリラさん、ハート、ありがとう。ゴリラさん、ハートありがとう。できた。あー、美味しそう。美味しそうだ。うん、ちゃんと溶けた。
この上のサクサクが大好き。うん、もうなくなった。いた。うん。コンコン、ハートありがとう。確かに。そしたらコップの量を分けるのか。いや、熱そう。一旦放置。メイクするか。ケンちゃん、ハートありがとう。うん、のんびり感よかった。やっぱのんびり大事。そんな、かわいいって言ってもらえて嬉しい。頑張れ。配信そんなに。そう、トモさん本当ありがとう。
あー飲みたい。うますぎ、うますむす、うん、おいしい。色から分かった。じゃあメイクしていくよ。11時ぐらいからもうご飯屋さんが開き始める。アイルトン佐藤さん、かわいい、ありがとう。いや早くお話し会の日になってほしいな。大阪の酸素さん、ありがとう。と鏡を 見ずにお化粧して、遠目の鏡を見てた。酸素さん、ハートありがとう。2度目か。ちびわたさん、結婚して無理。うわー、あったまるあーさん、ありがとう。気になる。
コンはできません。なんか目の周りがやばいぞ。あ、ちょっとなんかパンダ、なんかちょっとパンダ、これでどうにか。なんとか。竹ポーさん、ありがとう。ホットチョコ。ありがとう。トマさん、ハートありがとう。こっそり涙袋はボビーブラウンのロングウェアクリームシャドウスティック04ゴールデンピンク、めっちゃいいよ。もうこれずっとこれ。え、チークのハイライト嬉しいんだけど。ボビーブラウンのシャドウスティックのゴールデンピンク、さっきか、あー、ケイト、ケイトのダブルラインエキスパート極薄ブラウン、これで影描いたらもう一発よ。ね、あ、これウサモン、ウサモンロールじゃない、間違えた、ウサ花だよ。ゆうゆうゆうさん、ありがとう。だるま、嬉しい。もう終わるわメイク。ニサオチファイトありがとう。ゆきまるさんハートありがとう。
もうさ鏡が遠すぎてさ立ち上がって見てた。そうよ、これさちゃんと広島から持ってきたじゃん。ゆきまるさんハートありがとう。でもさ、さすがにちょっと一日は洗いたいなと思って。る。だけどいつ洗おうって思って。みさおちファイトありがとう。みんな健やかにだ。もびさんハートありがとう。二度も読んじゃった、間違えちゃった。私としたことが、けんだけど、コンポタ、わたまるさん結婚して、チューデスさん気になる、ありがとう。そう、まだスープあった。イサオチ、うま、ありがとう。ふぅ、トモさん千万両ありがとう。え、なんでよかった。うどんスープ、ありがとう。
キツネ、月見、天ぷら、お肉、鍋焼き、日が閉まる、うどん、うどん、うどん、スープ、おう、おう、だよ。地元でしか流れないの？関東でも流れる？めっちゃ好きなんよねこの CM。 かわいいじゃん、あのなんかとことこ歩いていくさ、うどんの具たち、おでんの具って言おうとしちゃった、うどんの具たち。うんま。飲み干しました。カップスープ、クノールのコーンクリーム。ヘアオイルを。わかる、私ママの肉うどん一番好き。甘辛いあの甘いお肉が美味しい。 J さんありがとう、馬もありがとう。そうだよ、ヘアアイロン入れだよ、耐熱のやつだからめっちゃいいよ。置ける、ヘアアイロン入れれるし、それを閉じたら置けるからめっちゃいいよ、便利。3つ持ってる、ヘアアイロンもコテも。ハッピーシンセサイザー、君の胸の奥まで。前髪伸
の癖を取るんだ最初。ゆうた、キンドルありがとう。加湿器っていいね。うちに欲しくなってきた。佐藤さん、ありがとう。かわいい。さあ、後ろ髪もやっていく。マイナス 1.03。 ありがとう。気になる。え、本当に加湿器買うかも。自分のタンプレで、自分のタンプレ。まだまだ先だな。え、でもさ、部屋干しするならさ、もうさ、気になる。ありがとう。トシボンさん、ハートありがとう。
田丸さん花束ありがとう。11時半か。後ろしてない、余熱でいけるかな。よし。あ、そうなんや。アロマで部屋全体加湿できたら一番最高よね。私も枕元に置くなんかちっちゃいディフューザーみたいなのはあるけど、全体をアロマの香りにできるやつとかあったらいいよね。でもさ、鼻ってすぐ慣れるじゃん。あ、アロマの香りとかさ、もうならんくない？ね、常になんかリラックスできるみたいな香りがさ続けばいいのにね。コバさんハートありがとう。ひなとトラさんファイトありがとう。イエイ、メイク完了。ひなとトラさん、よいちさん服ありがとうね。コバさんハートありがとう。着替えしてくる。この前にちょっと早自撮りしよう。なんか本当に自撮りがなくてさ、メールがかわいそうだから、なんかちょっと自撮りしてみよう。可愛くない。はい。可愛くないの。
そんな。コバさん、ありがとうハート。ロスケさん、かわいい、ありがとう。トモさん、ハート。かわいいってコメントしてくれてありがとう。コバさん、ハートありがとう。じゃあ、ちょっと着替えてみるね。アイルトン、佐藤さん、ありがとう、かわいい。コバさん、ハートありがとう。かわいいって言ってくれてありがとう。よし。汚いもの映ってないです。そんな汚いものなんて。ヤンマガです。チェック。キュッ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 と中の女。だダイナマイトのボディー、あ、ノーねえ、男はわかりやすいよ、綺麗な女に目がない。なんかさ、春雨スープが昨日すごい食べたくなったから、多分今日も春雨スープが食べたくなると思うから、今日春雨スープを買っていく。あー、トリートメントがしたい。ちょっと髪の毛がもうガッサガサだよ。ガッサガサ。ただいま。いで。鼻ポリポリしちゃった。あとニベアのリップを買おう。なんか保湿もできるみたいな。保湿もできてなんか色もつくみたいなやつあるじゃないですか。ちょっとそれ買おう。ハート、タイムファイヤーさん、燃えるゴミゴミな人さん、コバさん、ゴミゴミさん、あやー、ありがとう。コバさん、ゴミゴミさん、タイムファイヤーさん、キンドル、ゴミゴミさん、キハさん、コバさん、ワイカツ十字社さん、コバさん、ゴミゴミさん、タイムファイヤーさん、キンドル、ゴミゴミさん、コバさん、ゴミゴミさん、コバさん、タイムファイヤーさん、ワイカツ十字社さん、ゴミゴミさん、オイルサーディンさん、タイムファイヤーさん、コバさん、フリマロバカさん、キハさん、ね、オイルサーディンさん、コバさん、ゴミゴミさん、あー、ありがとう。トモさん、フリマロバカさん、タイムファイヤーさん、フォーデさん、オイルサーディンさん、キハさん、ジェイさん、コバさんゴミゴミさん、かわいい、ありがとう。ゴリラさん、キンダル、コバさん、あー、ありがとうございます。
待望の離席って言われてる。コバさん、タイムファイヤーさん、ゴミゴミさん、うん、今日顔面いつもより可愛さ 13% 上げ？マジ？なんで？全然可愛くないって思ってるんだけど、空腹です、寝たからかな。マジか、血色感増やそう。でそんな増やしたとてあんま分かんないんですけど、純粋なお目目してる。ペペイ確かにね、明るくなるよね、ピカーンって。ほんとに、え、嬉しい。この服も可愛いよね、チャンピオン。でもなんかもうほら、もうゴワゴワ毛玉まみれです。嘘、目とか超雑にやったけどガチで。鼻かきながら喋ってごめんね。メールですから、3通分の自撮りは確保したから、なんなら5通分です。ちょっと歯磨いていこう。そろそろ家出るよ。それな。おもへろ。
ありがとう。アホ毛もほら。アホ毛がない。ほら。いいね。アホ毛も収納した。カバン作って。はい。ナイスとミーチュー、ユーチャーカリーパー。何言ってるの。ちょっとコメントダメね。ゴミゴミさん、オイルサーディンさん、タイムファイヤーさん、ありがとう。一人演劇してるね、ほんとぐちゃぐちゃごちゃごちゃマン。ゴミゴミさん、サンソンさん、ゴミゴミ音符、平成天狗さん、タイムファイヤーさん、わたまる音符、ワイルトン佐藤さん、フリマルおバカさん、ゴミゴミさん、ありがとう。キハさん、うん、ちょっとなんかどこまで綺麗にしたっけって思っていろいろ見ちゃってました、ごめん。アイルトン佐藤さん、ゴミゴミさん、フォーユーさん、フリマルバカさん、フォーユーさん、ありがとうね。チームリンリンさん、アイルトン佐藤さん、ゴミゴミさん、馬一筋さん、フリマルバカさん、ゴミゴミさん、ありがとうね。舞台評判いいよねって、嬉しいです。めっちゃいい舞台なんです。カッポーさんが来た。おさるさるさん書いてた、ありがとう。かわいいもありがとう。ゴミゴミさんハート、タイムファイヤーさんハート、オイルサーディンさんハート、ゴミゴミさんありがとう。え、嬉しい。めっちゃいい舞台なんです。薬用リップ塗っとこう。鳥来たよ。いい匂いも振っとこ。カッポーさん見に来てくださいよ、久々に。私といつ会ってくれるんですか。私とはもう会いたくないんですか。もう私のこと飽きたんですか。まだ旬です、ピチピチです。今ちょうど油を乗り始めたところです。ねえカッポーさん、いつ会いに来てくれるんですか。早く会いに来てくださいよ。あつ、いさほちかわいい、おかえり。ひなととらさん、ホットチョコありがとう。カッポーさん、いつ会いに来るんですか。こんなもんでいっか。手をつないで大冒険。はい、どうぞ。ちょっとなんすけさん、ナッパーさん、ありがとう。ハート飽きるとかありえないですよ。ここら辺に散らばってるレシート類をちょっと
ちょっとレシート類がさ散乱しててさ、大事じゃん、経費たちが。よし、オッケー。うわ、もうこんな時間。カイロを持って。カイロをどこやってやってんだ。カイロを持って小葉さんありがとう、タイムファイヤーさんもありがとう、トモさんもありがとう、気になるフォーユーさん、だるま、アイルトン、佐藤さん、ハート、フォーユーさん、小葉さん、アイルトン、佐藤さん、タイムファイヤーさん、ズーです、ワイルサーディンさん、イサオチ、佐藤さん、タイムファイヤーさん、フリマルおバカさん、渡丸さん、コバさんだったのか、ミラボーキハさん、渡丸おバカさん、間違えた、渡丸プリプリ、コバさん、アイルトン、佐藤さん、コバさん、コバさん、ミラボー、ツアーは見に行くよ、えで、こっち目当てじゃないんでしょ、どうせみんなのこと目当てでさ、おかちかもさん、だるま、渡丸さん、音符、ナッパさん、ハート、佐藤なんすけさん、ハート、ありがとう。じゃあちょっともうこんな時間なので終わりたいと思います。皆さん今日も、え、今日のメイクいいね、え、嬉しい、めちゃめちゃ大雑メイクなのに、伊佐内小葉さんありがとう、え、いつもと違いますか、ちょっと嬉しい、え、でもなんかマジ嬉しい。じゃあ壇上の方をお呼びしたいと思います。みんな今日も朝のまったり時間を一緒に過ごしてくれてありがとう。渡丸プリプリ、佐藤のんすけさん、チームりんりんさん、あーさん、カエルさん、わらびもちさん、ソニチ、ノーネームさん、なめなめ所長、かわちゃん、ぼやっきーさん、はやすさん、おひかつじゅうじじゃさん、ありさん、こんこん、シルバーズつつびさん、たけぼうさん、ずーでーさん、渡辺さん、マイナス 1.0 さん、オイルサーディンさん、あんかきょうさん、ひなととらさん、ジェイさん、ゆうたん、おっさんでさむさん、のろすけさん、SOF さん、トッシーさん、ともさん、フォーユーさん、フリマロバカさん、サンソンさん、そして本日の秋元先生枠は、ゴリラ先生です。ありがとうございました。伊佐内アイルトン佐藤さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ、第3位は、タイムファイヤーさんでした。タイムファイヤーさん、ありがとうございました。見てくれて。第2位は、燃えるゴミゴミの人でした。ありがとうございました。そして第1位は、コバさんでした。コバさん、見てくれてありがとう。そして皆さん、今日も長い配信でしたが、見守ってくれてありがとうございました。お付き合いいただき、誠にありがとうございました。ちょっと、カイロ叩くのっける。あったかい、イサオジ、お疲れありがとう。じゃあ今日も頑張ってきます。また夜ね配信するので見ていただけると嬉しいです。それでは今日も健やかにいきましょう。イサオジありがとう、ありがとう、かわいいもありがとう。それではいきますよ、せーの、えいえい、あー、健やかに。またメール送るね、イサオジ、ファイト、ありがとう。イサオジ回復薬ありがとう。じゃあ行ってきます、まったり、バイバーイ。